あ、ヒロシランド TV の大月です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ペアルックですね。ペアルック、あれ違う、ペアルックっぽいですね。あれなんかユニフォームですか、これ。まあいずれユニフォームユニフォームってことで、はい今日は、お買い物です。お買い物、はい、今日はトヨラジコンを買いに行って、でヒロシランドで試せるものは試すっていうテーマでやって。トイラジは何かあるんですか。トイラジはもう自由です、別に。マジですか、はい、ヘリコプターでも何でもいいんで、はい、ロボットでも恐竜でも何でもいいです。ちょっと後ろ2つはいらない一応試せるものは試して動画にしていければなと思います。はい、はい、でこんな感じで、はいはい、はい、いきます。そんなわけでラジコンをですね、いろいろ買ってきました。どうでしょう、こちらです。そうなんですよ、買いすぎでしょ買いすぎ、疲れましたね。疲れましたね、やばいっすよ。なんかこれ買うのに多分しかいい音なの3カ所ぐらい回ったんでしたっけ。まあ、今3カ所回りました。3カ所回って、ちょっとリサイクル店も回りながら、なんか昭和のやつもあるんですけど、ね、楽しみですね。ちょっとね、あの1個ずつ語っていきますか。はい、はい、まず僕のチョイスがですね、これです。東証エッグさんの戦車、陸上自衛隊90式戦車、はい、こちら定価6000、まあ、7000近いですけど、なんと新品1980円でお買い求めいただきましたすごいでしょこれ。なんか一応ねフルアクションで、で弾がね出るんですよ、この BB 弾でね。はい、弾も売ってるし、なんかこう、なんつったらいいんだろう、普通にエイジングとかしても遊べそうだし、良さそうですね。はい、で今日、まあ、広島ランド来てるんで、ここでこの後あの走行できたらなと思ってますけど、楽しみですよ。楽しみですね。はい、はい、以上です。じゃあオーバークラフト行きますか。じゃあオーバークラフト、はい、木村です。僕チョイスしたのは、昔懐かしのこの太陽さんのタイフーンホバークラフト。すごい、89年、僕生まれてないですよ昭和だね。昭和です。昭和、昭和平成元年あたりですか、うん、もうだいぶ箱も傷んでまして、ね、ちっちゃっと開けてみよう。ちょっと開けてみます。置いて、これ僕、実は持ってたんですよあ、そうなんですか。にあってですね、現物は、現物を。ただ僕のやつはスカートホバークラフトの要は浮く部分ですね、そこが穴開いてるのか空気入んなくって。なるほど、動作確認してもらって。すげえな、ホバークラフト、ホバークラフト、またなんか迫力あるっすね。そう、裏面どんな感じ。裏面ね、こんな感じになってて、うちのやつは確かこの辺からプシッてこう空気が漏れちゃって進まないんですね。でもこれちょっと見てみたら状態が良くて、店員さんにちょっとチェックしてもらったんですけど、まあしっかり動いたんで、水陸両用、両用です。水上走行も行けますね。台風、あれだね、オフロード遊べるね。オフロード遊べますね。これで参戦しますね湖とかでロケしてもいいです。いいですね。これからバッテリーも今充電してるんで、はいはい、入れて遊んでいこうかなと。ここでできるのか。ここで、そうですね、煙上げながら走っていけるんで楽しみです。はい、じゃあ台風でした、はい、いました。
こんな金持ちじゃないですけど、あ、これちょっと待ってくださいね。押した方がいいです。念のため。某電気屋さんで3000いくらのダブル貼ってたんですけども、某電気屋さんでだいぶお安く買えたんで2つ。対戦できます。対戦できます。ああ、ね、そうですね。ただ弾は出ません。あ、これはね。赤外線でボーンってやって、ヒューンって。多分、おそらく。ただこれのコンセプトは、カメラ回しにくってしまって、クーンつくの。そして戦車やっつけようっていうコンセプトです。そういうコンセプトです。そうです。なんで引き上げるかって。ただこれが実際外で飛ばせるかどうかは。わからないので、これは多分今日はちょっと準備しなきゃいけないので難しいかなと思って、ちょっと次回になると思います。そして、はい、楽しみです。これはこれで楽しみです。はい、はい、します。はい。で、マリオカート。そうですね。これはもう一応ビーチ目指せないんで、マリオとルイージとキノピオですね。キノピオ。はい。4台これ同時走行可能なんで4人でねレースをしたりなんかいろいろちょっと遊びそうだなと。いいですね。なんですけど、はい、これも多分充電しないとダメなんですよね。そうですね、ケースの中で充電する。この道ちょっとタイヤちっちゃいし車体がちっちゃいんで、ここの広島だと路面でね路面の都合上走れないと思うんで、これもまた後日、はい、遊べたらと。そして、はい、後日の動画にしようと思います、はいはい、髪型こんなんでしたっけ。こんなパンチ効いてましたね。ダブルモヒカみたいになってる。やっぱりね、これね猫とかいるんですよ、ミナネコとか、はい、奴らが加えて、その辺こう移動したりしちゃうの、勝手に、はい、エリーちゃんです。え、白もあれブラジャーブラみたいなブラジャーもまさかこの年になってこういうの開けるとは思わなかった。俺靴下こう頬ずりしてんのかと思った。びっくりした。そうですよ、ね。そう。の看板悪いかもしれない。感じて飛ぶかなと思って。あ、なるほどね。飛びません。